キリアン・ガートルド・アスプランドはアメリカの女性である。アメリカ人かつ、事故の記憶がある最後のタイタニック号生存者である。1906年に父、カール、母、セルマの長女としてマサチューセッツ州ウースターで誕生した。スウェーデン系アメリカ人2世で、その後祖母のいるスウェーデンでしばらく暮らした後、アメリカへ帰るため両親と二人の兄、 双子の兄弟で兄、エドガー、弟、フェリックスの7人でサウサンプトによりタイタニック号の3等船室に乗船したがタイタニック号の事故により家族4人を失い15号ボートに乗ったリリアンとセルマ、フェリックスのみ生還した。その後アメリカで保険会社に就職し事務員を務めたが母の介護のために早期退職した。 1964年4月15日に、セルマが90歳で、1983年3月15日に、フェリックスが73歳で死去した。リリアンは2002年に、ウィニフレッド・バントン・ガールーの死後、アメリカ人最後の生存者、事故現場を覚える最後の生存者と言われてきたが2006年に99歳で死去。弟と共に生涯独身を貫き、 公の場に出ることや事故のことを話すことはほとんどなかったという。ウースターの墓所で家族と共に埋葬されている。ありがとうございます。